はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーガッチャードのコレクションアイテムライドケミトリカが00弾発売されましたが、ワンボックス30パック入りの3300円で購入して全25種が揃いましたので、今回は改めて全種類一気に鳴らしましょう。ホッパー1、ここまでが個別音声ですから、こっから共通になりますので、じゃんじゃんいきましょう。スチームライナードッキリマジーン、あんまりマジシャンっぽい音しないんだよな。ガッツショベル、もうだいたい名前覚えてきた。はい、重機の駆動音ね。ゴリラ先生、ゴリラ先生、うほほほほ、急に言い方もゴリラ先生で冷静な感じ。ベノムだけ、ベノムだけ、ベノムだけでドゥルルンでちょっと毒々しい感じ。エナジール、エナジール、炭酸がこう注がれるようなサウンド。ゲンゲンチョウチョ、鱗粉が巻かれる音かな。パイレッツ、パイレッツ、不穏な音と何かこう鍵爪が当たるようなサウンド。ブランク、これが使われることあるのかな、このベルトセットで。レジェンド系ギーツ、これエラーをね。これいいよな、ちゃんとデザイアドライバーっぽい音だもんな。ジーン、遠吠えが入ってて、タイクーン、で、忍者バックルのトリガーを引いた時の音ね。ケケラ、ケケラ、ゲロゲロ、バッファー、バッファー、はい、ゾンビ変身音、ベロバー、もう、おー、出ない、聞こえ。これ、ベロバとバッファさ、微妙に、発光が、違うの、すごいよね。同じピンク系かと思いきや、ちゃんとパープルとピンクで、分けてあるんですよ。ナーゴ。猫パンチっぽい音から、にゃーかな。キューン。ライオンの方向音、うん。ゲイザー。ゲイザー。グレア。グレア。セイバー。抜刀音ね。ゼロワン、ゼロワン、オーソライズスキャン音、うん。リバイ、リバイ、
タンプ起動音にバイス。オーイン音。最後、仮面ライダーガッチャード。はい、これが00弾の25種類の単体の個別音声ですね。ケミーだけじゃなくて、ライダー系もキャラごとに分けてあるのがほんとすごい。では、00弾を買えばなる変身音も鳴らしていきましょう。スチームホッパー。必殺。でさあ、ここのレバーの引き、実際浅くねとか、楽しさどうなのとか、感触どうなのとか、押し込んでカード脱着とか出す、このアクションとかどうなのみたいな風に思われる方いらっしゃるかもしれませんが、まあでもディケイドライバーみたいなガチャガチャ感を意外と感じられて案外いいかな。意外と操作はね、すごい体に馴染む。うん。これいいと思うな。なので、ガッチャードライバー自体のカード装填とか変身必殺技周りの、あとはカード取り出しのアクションに関しては意外と不満がないかな。ドッキリショベル。ただ今みたいに、こうアクションをね、激しめにやると、こうやって、ずれちゃったりはする。ただグッと押し込まないとカードは上がってこないので、間違って変身解除とか、そういうのはないかな。で、通常変身系はこの2つしかなんなくって、他はレジェンドで組み合わせられます。ジーンギーツ。ちょっとさ、レーザーブースト味のあるサウンドになってんのよね。タイクーンとキキラね。キキラタイクーン。最新話放送前まで、この二人のガチャンコケミーはダメでしょって思ったけど、若い子すらありませんでしたが、あっぱれだ、桜井慶和と仮面ライダーの力を与えてくれたことに関しては感謝するっていうね。バッファベロバ。クアトロフォン。この辺は全部仮面ライダーフィーバーで、ベロババッファフィーバーとかそういうのはなりませんからね。ナーゴとキューン。ラブキャッツ、キューナーゴ、割と好き。ゲイザーとグレアー。
ゲームマスター、グレア・ゲイザーでランクが落ちちゃってるんだよね。プロデューサーだからね、ゲイザーは。リバイバイス。変身は仮面ライダーリバイスなんだけど、ちゃんとガッチャードライバー用にアレンジされてるのが最高。って感じで、これが00弾を使った組み合わせ変身で、通常のケミーの方では2本分楽しめる形でしたが、レジェンドの方で結構いろいろ入ってて、改めて00弾を買えば結構いろんなサウンドが楽しめるんだなっていうのが分かりましたね。今回に関しては、ボックスを買えば、まず間違いなく25種類は揃うようなので、この辺の敷居も低いと思います。あとは、01弾が88種ということで、どれくらいボックスを買えば揃うのかどうかってところではありますよね。以上、仮面ライダーガッチャードライドケミートレカ00弾を全25種一気に鳴らしてみたの動画でした。